だったって？フローラの部屋？それって犯行現場じゃない？でもさ、脱いでたじゃん、昨日。言われてみればそうだぜ。なんでそんなところにお前のペンダント落ちてるの？え？ああ、落としたんだ、きっと。いつ落としたっていうのよ。あなたがそれを受け取ったのは、フローラが最後に目撃された、22時より後なんでしょ？どういうこと？そっか、22時にルーとハヤテがフローラに会って、2人はその後に CDA にペンダントを渡してるから、最後にフローラに会ったのが僕たちなら、CDA がその後フローラの部屋にペンダントを落とすことはできないはずだけど。おかしいね。じゃあ CDA は22時以降にフローラの部屋に行ったってこと？だとしたらそれを証言できないのはかなり怪しいな。どういうことだ、CDA？違う、言ってない。私が最後にフローラに会ったのは食事会が始まる前だよ。じゃあなんであなたのペンダントが現場に落ちているのよ。知らない、私は何もしてないよ。でもお前のペンダントだろうが。それは、いや、だから脱いでたでしょ。待ってください、皆さん落ち着いてください。忘れてしまったのですか？僕たち今朝全員フローラさんの部屋に入ったじゃないですか。シーリンさんはペンダントをその時に落とした可能性がありますよ。確かにそうか。死体発見後、私たちは全員フローラの部屋に集まっていたはずだ。いや、それはないよ。だって動くなって言ってたし、ベッドの下だもん、落ちてたの。その時だよ、そこで落としたんだ。違うんだよな。いや、それは違うね。君はその時、絶対にペンダントを落とせない。なんでさ、死体発見時君はどこにいたんだい？どこって、フローラの部屋に決まってるだろ。フローラの部屋のどこにいたか聞いているのさ。それは、どうしたの、ノア。そうだ、確かあの時。あのさ、ノア、これ死んでないよね。そう、動くなって言ったんで、足が動かない。震えて全く動かなくてさ。あの時、シーリーンは一度もフローラの遺体の近くには行っていないはず。そうなの、シーリーン。ああ、ショックであの子に近づけなくて、ずっとドアの近くにいたよ。それがどうかしたのか？別にどこにいたって同じことだろ。ロザニオルの言う通り、その時に落としたかもな。それはないよ、ハヤテ。シーリーンがフローラに近づかなかったらペンダントを落とせないんだよ。だってペンダントはベッドの下に落ちていたんだから。そのベッドって部屋のどこにあったんだっけ？死体の奥ね。ずっとドアの近くにいたのなら、どうやってもそこにペンダントを落とせないわ。そんな、つうことは、おいおい、マジかよ、お前。私じゃない。私がフローラを殺すわけがないだろ。なら、どうしてあんたのペンダントが現場で見つかったんだ？脱いだじゃん。みんな覚えてないの？知らない。勝手に落ちてたんだ。勝手に落ちた。もう少しマシな言い方は、もう言い訳はないのか。女の友情って当てにならねえんだな。違う。本当に私は何もしていないんだ。ノア、信じておくれ。私じゃない。どうやら彼女が一番きな臭くなってきたようね。でも、誰が犯人か決めるのは僕たちじゃない。そうね。ノア、あなたはどう思う？フローラのここの下腹には CD なのかしら？違うよ。CD が犯人？本当にそうなのかな？違うよ。CD は犯人じゃないよ。なんでそう言い切れるんだ？どう考えてもこいつが怪しいぜ。CD が犯人じゃないという根拠があるんだよ。根拠？一体どういうことだ？ CD が犯人ではないと言い切れる根拠、それはアリバイですよ。CD は絶対に犯人じゃないよ。だって22時から6時にかけて CDA には完全なアリバイがあるから。完全なアリバイ？それは本当か？CDA の昨夜から早朝にかけての行動を確認するね。まず、犯行可能時刻の頭、22時から3時までは、23時まではダイニングでソフィアとポーカーをしている。そうだよね、ソフィア。そうね、間違いないわ。そして23時から0時まではハヤテとポーカー。ああ、合ってるぜ。0時から1時まではリザとお酒を飲んでるね。間違いないわ。彼女の勝利の酒に付き合わされていた時間ね。1時から1時半までは私とダニエルが一緒で、その後、私が席を外してからも2時まではずっとダニエルと一緒だったはず。そうだね。楽しいお酒だったよ。今の言い方、トゲがないかい？その後、2時から3時半まではルーと一緒にいたんだよね。
うん、そうだね。ダニエルも時々顔を出していたよ。そして3時半から6時前まではジョーと一緒だった。ああ、間違いない。泥酔した彼女を解放していた。私が泥酔だって記憶も発見してるし大げさだよ。まあ、ちょっと足を引っ掛けたり気分が悪くなったりはしたけどさ。泥酔していない彼女の介護をしていた。待ちな、あんた今私を。とにかくその後は私とダニエルがダイニングに行って、シーリーン・ジョーと合流した後、フローラの部屋に行くまでずっと一緒だったから。なるほど。シーリーンも犯行可能時刻の間、常に誰かと一緒だったというわけか。つまりシーリーンさんに犯行は不可能ですね。ほらみな。やっぱり私の言う通りだったじゃないか。ノアの言う通りだったな。彼女に感謝すべきだ。ていうか、どんだけお前人に迷惑かけてんだ。なんだっていいだろう。とにかく私は絶対に犯人じゃないんだ。ああ、怖い怖い。危うく冤罪をかけられるとこだったよ。私を疑った奴は全員後でお仕置きだから覚悟しておくんだね。自分が容疑者から外れた瞬間、調子に乗り始めたぞ、こいつ。はぁ、残念。案外すんなりと犯人が見つかったと思ったけれど、もう一度やり直しね。でも一つ収穫になったよね。これで全員が容疑者からシーリン以外の全員が容疑者に変わったよ。あんまり絞れてないよな。なら容疑者はシーリンを除く俺たち8人ということに。お？いや、そうじゃない。容疑者は、ダニエル、ルー、アルバ、ジョー、ハヤテの5人さ、え、なんで？あ？突然何を言い出すんだ？シーリーン、容疑者が8人から5人までに絞れる理由を聞かせてくれるかい？決まっているだろう、殺人犯っていうのは大抵が男なんだ。実際、殺人で検挙される男女比は圧倒的に男の割合が高いだろう？そんなの偏見だ偏見。男女差別反対だぜ。僕も男なのですが、あんたはまだ子供だから犯人じゃないよ。年齢差別してんじゃねえよ、ババア。それあなたが言うの？とにかく、こんな残酷なことを子供のロザリオ、キャシャナ・リザ、ソフィアができるとは到底思えないね。だからあんたたち男の誰かがフローラを刺したに違いないってことさ。犯行方法は極めて単純。犯人はドアベルでフローラを呼び出して、そのまま何食わぬ顔で部屋に侵入。そしてフローラが油断したところを見計らってナイフで刺したんだよ。え？でもそれは。待って、ソフィア。余計なこと言わない方がいいわ。犯人は男として話を進めた方がこちらに都合がいいもの。でも、おいおい、さっきから聞いててなんだそれ。むちゃくちゃだぜ。同感だ。根拠のかけらもない。うるさいね。いいかい？私はこの中でただ一人、完全に潔白なんだ。だから私の言うことは絶対さ。まったく暴論が過ぎるな。あれ？ロア、何か思うことがあるのかい？うん。今のシーリーの発言、なんか、矛盾しているような気がして。なるほど、矛盾か。だって女しか部屋に入れないんだよね。ロア、僕にいい考えがある。君の持っているカードを使って彼女にその矛盾を指摘してあげるのさ。ただしカードを選ぶときは慎重にね。彼女のどの発言が何と矛盾しているのか、それをしっかり指摘しないと彼女は納得してくれないだろうから。カードで矛盾を指摘か。うん、わかった。やってみるね。頑張ってんのは。うまくいくといいけど。おい。あなた自身の発言ですよ。大抵が男なんだ。はい。残酷なことを、フローラを刺したに違いない。ドアベルに何かある顔で侵入。油断したところを見計らって、大抵が男。シーリーの言いつけ。急にどうしたんだよ、おちびちゃん。今シーリーが言ったことを少し変かなって思って。変ってどこがだい？それはその、なんだい？やっぱり気のせいなのかい？え？よ。だから男が入れないってことでしょ、ちょっと。
海底が男、残酷なこと、フローラを刺した、何食わぬ顔で、ここなんだよな、ここなんだよな、これじゃないか。シェリーン、今の発言矛盾しているところがあるよ。矛盾？私何か変なこと言ったかい？うん。今犯人は何食わぬ顔でフローラの部屋に侵入したって言ったよね。それってありえないんじゃないかな。ありえない？どうしてだい？フローラはあなたに言われた三つの言いつけを守っていた。一つは部屋のドアにはチェーンをつけること。二つ目は誰かが訪ねてきたらチェーン越しに確認すること。そして三つ目は男性を部屋に入れないこと。あ、そうだ、男はフローラの部屋に入れねえ。確かにそうだよね。フローラと会話するのだってチェーン越しでしか無理だよ。つまり私たち男性にはフローラを殺害することは不可能だったということになる。逆に被害者の部屋に入れない俺たちは真っ先に容疑者から除外されるべきだ。そうだ、お前自分で言いつけておいて忘れんなよな。それじゃまさか。待ちなさい、フローラが自分の言いつけを破った可能性があるわ。絶対に守っていた保証はないもの。そうだろうか。僕はそれは考えにくいことだと思うけれど。そんな根拠もないこと。根拠ならある。シーリーンの言いつけはフローラ自身を守るためのものだ。フローラは例の一件以来男を怖がっている。そう簡単に破るとは思えない。例の一件、あの暴力事件のことだね。確かにフローラさんはあれ以降大人の男性を避けていました。男性を部屋に招き入れるなら相当な理由がないと。ほら、立場逆転だこの野郎。やっぱり男は潔白だぜ。ということはつまりフローラの部屋に入ることができたのが女性のみである以上、必然的に犯人は女性ということになるね。本当にそうなら、どっちがフローラを。白状しろ、リザ。はぁ？なんで私だけ犯人呼ばわりされなくちゃいけないのよ。ソフィアも条件は同じじゃない。二人ともアリバイがないんだから。ソフィアは犯人じゃない。認めるのなら早い方がいい、リザ。あぁ、なんなの、こんな人たち。ちょっとノア、そのナイフをこっちによこしなさい。こいつらこの場で刺してやるわ。ソフィア、あんたはどうなんだ？黙っていないで何か話してくれ。私は犯人じゃないけど、その、リザも違うと思う。当然よ。私もソフィアも犯人じゃないわ。でも、犯人が女の人となると、あなたも容疑者ですよ、でも。ロザリオ君、あなたは子供ですから。ねえ、男でも子供ですから。リザさんかソフィアさんのどちらかが犯人ということになってしまいます。そうだぜ。お前らのどっちかがやったのは確実だ。いや。いいえ、違うわ。私たち以外にも犯行が可能だった人物がいるでしょ。それは誰だい。いや、違う、それは違うな。ルートハヤテよ。僕たち。なんで。そうだぜ、ふざけんな、適当なこと言ってんじゃねえ。適当じゃないわ。フローラと最後に接触したのはあなたたち料理係でしょ。あなたたちならフローラをさせたはずよ、料理を渡すときにね。それはないよ、だって食べてたもん、ご飯。だって僕たちはフローラの部屋に入れないんだよ。入れなくても料理を受け取るときに彼女はチェーンを外したはずよ。確かに。いいや、外してねえ。料理は全部チェーンがかかった状態で渡したんだ。そりゃ無理があるだろう。確かあの料理が乗ったトレーはそれなりの大きさがあったはずだ。いや、トレーはなかったよ。チェーンを外さずに受け取ることは難しいと思う。そうよ。だからフローラがチェーンを外した瞬間、あんたかルーのどちらかが強引に部屋に押し入って隠し持っていたナイフでフローラを殺害したのよ。だから言ってんだろう、あいつはチェーンを外してねえ。だよな、ルー。うん、フローラはチェーンを外さなかったよ。だからどうやってあんな狭い隙間からあの子にトレーを渡せたんだい。一つ一つお皿を手渡しで。手渡し？ああ、そうだぜ。渡すのすっげえ大変だったんだ。あんな狭い隙間からお皿って入るのでしょうか。うん、お皿自体はだいぶ小さかったから。本当かい、ソフィア。ええ、本当よ。トレーに乗せた料理はメインも含めて全て小皿だったわ。フローラはあまり食べる方じゃないし、いろいろな料理を楽しんでもらいたいからいつもそうしてるの。
そういえばフローラの部屋のキャビネットに使用済みの小皿が何枚かしまわれていたっけ。あれは昨日の料理のお皿だったってことだね。ほら見ろ、俺たちは嘘なんかついてねえ。そうだよ、チェーンがかかったままじゃフローラを刺せないよ。確かにそうだな。チェーンがかかったままでもフローラを殺害することは可能だわ。部屋に入らなくても彼女を刺すことはできるもの。でも倒れた場所がおかしいんだよな。そんな、どうやって、決まってるじゃない、チェーン越しに彼女を刺せばいいのよ。皿を渡せる隙間があったのならそこから手を入れてナイフを刺すことも可能だわ。そんなめちゃくちゃな話があるかよ。そうだよ。第一、そんな怪しい素振りをしてたら僕も早くもお互い気づくよ。さあそれはどうかしら。どちらもどんくさいし気づかなかったかもしれないじゃない。ありえねえよ、目の前に人が刺されてんだぜ。見逃すはずがねえだろう。そうだよ、いくら僕でもさすがに気づくよ。あるいは二人の共犯という可能性も視野に入れなければならないか。共犯だ、ふざけんじゃねえ。俺が犯人ならこんな使えねえやつをバディに選ばねえよ。使えない。そう主張するためにあえてドゥを選んだ可能性もあるわ。みんなの全部こじつけだろ。ドゥさんかハヤテさんの単独犯、もしくはお二人の共犯。ノアさんはどう思いますか。そうだね、私は。いや、どちらも違うから。だって食べてるもん。私はどっちも違うと思う。ルーさんもハヤトさんも犯人ではないということですか。うん。どうしてよ。